で絶対これの時代が来る、全ての人をストレスフリーにしたい、日本スタンダード取れるなと思ってて、世界に勝てるんじゃないのかなと思ってますけどね。小学校の時は女子と話せない子でした。まあ父親がガジェットとかゲーム機が遊ぶのが好きだったので、任天堂のゲーム機があって、任天堂のゲーム機ってもファミリーコンピューターじゃなくて、もっと前のレースゲーム、テレビゲームのレースゲームとか、あと25本ゲームが入ってるようなものがあって、まあ、ある意味デジタル化してたんですね、生まれた時から。で小学校2年ぐらいの時にパソコンがやってきて、パソコンで、プログラミングをその時に覚えたりして、ゲーム作ったり打ち込んだり改造したりしてました。父親が今でいうプログラマーみたいな職業だったのと、あとマイコンベーシックマガジンっていう雑誌があって、要は学研のパソコン版みたいなのを出してて、それでゲームを作りながら学んだり、やっぱ最初は難しかったので、小学校6年の時に使ったパソコン、パソコンっていうのは今でいうマニアというかギーク、あんまりいいイメージじゃない頃のオタクだったので、あんまり言いたくなかったんですよ、パソコンやってるって。まあ今パソコン使ってるのは当たり前ですけど、中学1年の時の近くの時の中島くんっていうのがいて、彼は別にパソコン持ってなくてすごい頭が良かったクラスでも、彼と最初友達になったんですけど、その彼をパソコン漬けにして、パソコンなしでは生きられない体に毎朝中学に登校する前に僕の家に来て30分の三国風呂をして一緒に登校するという謎の朝練みたいなのをしてました。彼の成績がぐんぐんめきめき下がっていて、クラスでナンバーワンぐらいだったんです。皆さん分かりますか？ある種魔法が解けてしまうので、まあ、魔法解けさせない。人と話すのが苦手だったので、パソコンに音声合成機能がついてたんですよ。 NEC のパソコンだったんですけど、ローマ字入力すると喋ってくれるっていう機能があったんで、それ使ってファミコンショップに電話して店員さんとそれで会話するっていうのをやろうとした。僕喋りたくなかったから、パソコンのプログラム書いて、今 A のランク何がありますかみたいなのをパソコンに言わせて、そしたらはぁとか言ってガシャって切られて失敗しました。 Google I.O. を見てたらそういうことしてて、ついに俺の時代が来たって思ってます。どうですかね、サイバーパンクですかね。2012年8月1日にクラウドファンディングのキックスターターでグラスリフトの DK1 っていうのを見つけたんですよ。で僕ずっと VR AR を個人的にもすごい好きで、めっちゃコレクションしてたんですよね、 VR ヘッドセットとか。でその中でいずれ映像の中に入れるとか、そういう日が来るっていうのが直感してて、クラウドファンディングのキックスターターでグラスリフトを見た瞬間に、お俺が欲しかったやつだって言って、しかも300ドルみたいな、めちゃくちゃ安いと思ったんです。すぐいわゆるクラウドファンディングに貼ったんですよね。届いたのが翌年の2013年の4月末ぐらいですよね。やったーすげーとか言って、もう説明書も言わずに繋いで、もう本当感動して、期待を上回ったんで、すごい嬉しくて、まあ、非常にですね、まあ、安い5万円で買える、会う人会う人にもう見せるようにして、普通にリュックサックの中に入れてすぐデモできるようにして、仕事で来た人とかもとりあえずもういいっすみたいなこれやってくださいみたいな話どこ行ってもやってて、飲み屋のバイトのお姉さんとかにかぶせてゲリラデモをしまくっていて、で絶対これをこれの時代が来るって確信に変わった瞬間に、日本で買えなくなったらどうしようと思ったんですね。日本で売る販路を作りたいと思ったので、角川の方とかと一緒に渡米して、2014年の CES セスにラスベガスに行って話して、そこからなんか仲良くなってったんですよ。アメリカ5回ぐらい行って会いに行って話して、オキュラスジャパンがお前らそんなにやるならお前らに任せた方がいいみたいな話になって、創業者のファルマーとかと話決まったんですよ。なんか作ってもいいよみたいな。人間って慣れてないものが不気味に感じるだけで、単に絶対数なんですよ。それこそ Bluetooth ヘッドセットで街歩いて喋ってるやつは最初気持ち悪くて、あの人ブツブツ言ってると思ったけど、今は別に普通じゃないです。僕それティモズムって呼んでますけど、単純なに絶対数がいないだけです。人間は見られてないものを予測不能って感じると不安に感じるっていう、これをしてないと持てないと思わせたら勝ちです。 VR ヘッドセット持ってないやつはもうなんか絶対彼氏にしたくないみたいな特徴すればいいんですよ。あーとか、結局女子高生が使ったりすればおっさんとかも群がってくるんで、ヘッドセットもすげえ洗練されておしゃれになって、女の子がピティちゃんとかでデコり出したら普及しますけど、それだけの話ですよね。全然村しくしゃべってないでしょ。僕はもう質問を投げようぜ。ああそうか、聞いてくれてるのか。お客さんに入るとレディープレイヤー1のサイン本を渡されるんですよ、読めみたいな。つまりあれがバイブルなんですよ。今はもう違うと思いますけど、2045年の世界の話なんですけど、レディープレイヤー1っていう、全然あんなんじゃないだろうって僕は思ってて、なんかもうヘッドセットなんか絶対つけてないし、なんかもう今できてんじゃんっていう。アーネスト・クラインが書いたのって多分結構前なんですよね。だからその頃の2045年なんで、僕から見るともうあれできてんじゃんできてんじゃんできてんじゃんみたいな、7割ぐらいできてるよね。例えば VR チャットとか Facebook スペーシスとか、いろんな VR アプリめちゃくちゃやってるんで、全然なんか45年間がしない。2019年とかじゃねえのこれみたいな全然思いますよ。
ここはデモ寮です。完全にパソコンの歴史と同じなんですね。パソコン持ってる人がほぼいなくて高くてやるのはゲームがだったんですよ。パソコンの歴史をもう一回 VR をなぞってて、最初はオキュラスの DK1 が出てギークとマニアしか買わなかったものです。でデベロッパーが買っててゲームやりたい人とか VR 空間でキャラクターに会いたいとかそういう動機で買った人がすごい多かったです、日本は特に。でその後クリエイティブなツールが今どんどん出てます。我々作ってるアニキャストとかもそうですけど、 VR 空間を使ってお絵かきするようなソフト、モデリングするソフトがどんどん出てきて、クリエイティブなことに使える。 VR を使って空間インターフェースが空間に変わってってるんですよ。我々人類は3次元の住人なので今までの方がおかしいんですよね。平面のモニターに対して3次元空間の操作をするっていう方が異常なんですよ。慣れちゃったのでもうそういうもんだと思い込んでるんですけど、 VR の時代になったり AR の時代になるともう空間のユーザーインターフェースに変わっていくので、そっちの方が楽になります。僕はシームレスになると思って、 AR っていうのと VR っていう概念が別じゃなくて地続きになってて、例えば僕は次の打ち合わせに行くとします。今までだったら Google マップに言えますよね、東京駅とか言うわけですよ、左に曲がってくださいとかの時代はもう終わって、コンピュータービジョンベースだと画像認識からいけるから GPS 入らないところだろうが認識できるので、ここに、パクマのドットみたいなのが売っててそれ食べていけばつくみたいな、ここに加算合成されるのがまず AR ですね。はい電車に乗りました、暇だなって言ったらピッてやって VR モードにして映画みたいにできるわけですよ。つまりそこはもうシームレスになって、だから AR とか VR とかもう言う人はいなくなってて、例えるのは今インターネットしてますかとか言わないのと一緒ですね。失礼ですよね、舐めとんのか悪いとか思いませんもう空気化しちゃってるんですよね。だから VR AR も空気化してもう意識しない。僕らの会社の理念って全ての人をストレスフリーにするっていう理念なので、ストレスがあることはもうやらないんですよ。2013年からやってるからアドバンテージがあるんですよ。知るほどいろんな VR アプリ AR アプリを試してきたので、組み合わせるっていうことができます、アイデアとか。なので先行者利益を享受しているのが僕らのアニキャストかなと。なんでこんなやりやすいんですかっていうのは、単純にやりにくいものを大量に浴びてきたからで、理念に戻るとストレスフリーにするっていう理念なんで、ストレスがあることは基本排除してただけなんですね。すごいシンプルにしたい。なぜかというと、めぐちゃんのように一人で女の子が配信できる必要があって、そこに複雑性が入ると私こんなのできませんっていう、まあ当たり前なんですけど、 GUI になってフリックとかアイコンをタッチするだけになったからできるようになった。 iPad とかもそれと同じことが起きるのかなって思います。昆布のおにぎり。10年も経ってればちょうど iPhone が11年とかだと思うんですよ。ここまで普及するのに10年はかかってるわけですよね。まあ、割と結構使う人が増えてる。例えばヘッドセットよりメガネみたいになってきますよ。例えばこれぐらいになってれば、まあ、これはおもちゃですけど、これはちょっとダサいけどモテる気がしないけど、これのなんかちょっとおしゃれなやつ、例えばジバンシーとかさ、シャネルとかさ、女性が使う料理とか食べに行くとして、メニュー見ても分かんないじゃないですか。特に海外分かんないですよね。アメリカ行くと文字しか書いてないんで写真がないんで、なんたらステーキって多分これ肉のなんだかなと思いながら頼んで、まあ、全然違うっていうのが、これでもう、あこれね、あうまそうじゃんとか、これ俺アレルギーだとか、あとビールの生酒と大ジョッキが店によって違う問題も解決、なんだよこんなできねえのかよっていう。タレントも、パーソナライズされますよね。生人間かアニメ人間かどっちかが選んでねって言われて、萌え指数みたいなのをセットしてビーって、で萌えレベル10とかやるともう本当に萌え萌えなんですよね。 CM がパーソナライズされてるから見たくねえものを見なくできる。僕思ってるのが日本スタンダード取れるなって思ってて、なんでかっていうと日本は空間 UI の描写をしたアニメとかめっちゃ多いんですよ。なでしことかガンダムとかもそうだし、ラブギアでやってることとか高架企業体も日本だし、だからつまり日本人はバーチャルリアリティとかオーグメンテッドリアリティの文脈をコンテクストを共有しているので強い。だから結構世界に勝てるんじゃないかなと僕は思ってますけどね。